はい、こんばんは、今井です。糖度の問題は、第54回理学療法士国家試験午後の9問目ですね。実地の問題になります。この問題、僕めちゃめちゃ厄介だった問題ですね。まあ、この問題出た時にあんまり深入りして勉強しないことをお勧めします。今日の問題に関して言うと、まあ、薬剤系の問題が出てきましたと。まあ、この問題多分当日だったら僕は間違いなく解けない問題なので、僕も実際この問題を初見で見た時に解けない問題だと諦めてもう捨てました、完全に。なので適当にチェックつけて終わりにしました。こういう問題は確実に分からないで、どの文言を見ても僕が分かるキーワードがない問題っていうのは、こうやってね捨ててしまうことがね実は重要です。なんでかっていうと、一つの問題にかけられる時間って2分もないんですよ。国家試験の当日って1分30秒ぐらいで解いていかないと、ちゃんとね見直しの時間まで持てないので、当日分かんない問題ちゃんと分からないとして、ガンガン飛ばせるぐらいの勇気がないとダメです。その問題は今回僕にとってはこれだったということですね。で、実際に問題を見ていきましょう。こちらになります。ある薬物を投与する前後の運動開始前、中、高の血圧の変化を示す、その薬物の作用はどれかで、ここまで僕が文章を読んだ状態では、まだ僕は何かこう、僕が今持ってるね知識の中で何か読み解けるものがあるかなっていうふうに注意深く読んでいきます。で、僕が読めた部分で言うと、運動中の拡張器血圧が薬物投与した時に下がっているぞということが、これだけは読み解けたと。で、じゃあここから選択肢を見ていくんですけど、選択肢、副交感神経を刺激、アルファ受容体、ベータ受容体というのが出てきました。この時点で僕知らないです。この時点で僕はアルファ受容体がベータ受容体っていう言葉すら知らないので、もうこの時点で僕はねもう解けないと判断します。なので捨て問題になります。で、実際にこの問題、僕皆さんに解説するのに一応調べてみました。説明してしまうとですね、交感神経アルファ受容体、ベータ受容体、実際にはアルファ1、2とかってね、ベータ1、2みたいなのがあったりするんですけども、簡単に言ってしまうと、交感神経の受容体っていうのはアルファ受容体っていうのが血管にくっついてて、ベータ受容体っていうのは心臓そのものについてる。まあ実際には細かく言うと、もっと別血管にもちゃんとねベータ受容体ついてる、ベータ2っていうのがついてるんですけども、すごくざっくり説明してしまうと、アルファっていうのは血管に直接ついていて、ベータっていうのは心臓そのものについているものだっていうのを理解した上で回答していきましょう。まあ、回答からすると、これ運動中の血圧を下げたかったわけですよね。拡張血圧を下げたかったわけですと。で、副交感神経を刺激してしまうと、これは分かりますよね。血管が拡張しますよね、副交感神経を刺激すると。これは多分皆さんの知識としてあるはずです。なので収縮期も拡張期も両方とも低下するはずなので、今回この問題でいうと、収縮期血圧は変わってないということを考えると、副交感神経刺激は確かにまずありえないというところでバッテン。こういうふうに解いていくと、もしかしたら分かったかもしれないですけどね、ここまででしか分かんないですよね、分かったとして。ここでおさらいなんですけども、皆さん収縮期血圧っていうのと拡張期血圧っていうのをちゃんと理解しているかどうかということですね。どうでしょうか。もう一度頭の中でちょっとこうシンキングタイム的に、収縮期血圧をどう説明するか、拡張期血圧をどう説明するかっていうのをちょっと頭の中で思い浮かびますか。これでね、僕もう一回ねちゃんと勉強し直したんですけども、要はですね、収縮期血圧、心臓がギュッて一番収縮した時の血圧、血管の圧ですね、を収縮血圧と言ってます。で、拡張血圧っていうのは何かっていうと、収縮しました、心臓が収縮して一気に血液が大動脈に向かってポンと放出されました。放出されるんですけども、大動脈って球状ですよね。大動脈球ってなってます。一回そこにバンと溜まってしまうんだそうです。一回収縮バンとして一気にポンって流れるんではなく、大動脈の中に一回で少し少量が溜まります。まあ、それは血管の弾力性によってどのぐらい溜まるかどうかっていうのは決まってくるんですけども、一回溜まります。で、溜まってバンって腫れます。大動脈が腫れて、それがしぼむ時の血圧っていうのが拡張期血圧なので、これが上と下、血圧の上と下と言われているゆえんです。なので、これは収縮血圧と拡張期血圧の違いっていうのを理解しましょう。つまり収縮期血圧と拡張期血圧の差っていうのが脈圧というものになります。脈圧は何を指すかっていうと、例えば動脈硬化になって大動脈球が硬くなったとすると、収縮してバンって収縮して大動脈に対してボンって当たって、本当は大動脈自体に、弛緩収縮性があれば脈圧っていうのは広がるんですけど、この脈圧が広がらないですよね。すぐ当たってすぐ流れてしまうので、なのでその差が少ないと動脈硬化が疑われますよということですね。なのでこれは分けて考えた方がいいと、収縮血圧と拡張血圧っていうのを分けて考えた方がいいですよっていうのを、ここでまず大前提として覚えておきましょうということです。で、2番見ていきます。アルファ受容体の刺激です。アルファ受容体を刺激する、まあ薬を投与したということですね。こうすると
と、まあ、これは血管についている受容体なので平滑筋を収縮させます。平滑筋を収縮させるってことは血圧が上がりますので、拡張血圧も収縮血圧も両方とも上昇するっていうところで、拡張血圧が低下しているとは言えないということでバッテンということですね。で3番交感神経アルファ受容体の抑制ということで、平滑筋が、拡張します。さっきとは逆ですね。拡張するってことは両方とも下がるはずですよね。なので拡張血圧だけじゃなくて収縮血圧の方も下がってるはずっていうことなんですけども、これは下がってないということで3番は×です。で4番ベータ受容体、ベータ受容体っていうのが心筋に直接ついてます。で実際には、まあ、平滑筋にもくっついてるんです。血管平滑筋にもくっついてるんですけども、ベータ受容器っていうのは刺激されるっていうのは心筋が刺激されるのと一緒なので、心筋の拍出量がポンって増えますと。でも平滑筋が弛緩しているので、拡張器血圧、収縮血圧に関しては変化がないんですけども、拡張器血圧に関しては血管自体が弛緩しているので、拡張器血圧は上がらない状態です。なので今回の問題の4番ベータ受容体の刺激によってこの表ができたということになります。なのでこれ分かりづらいのはですね、おそらく交感神経アルファ受容体の刺激の抑制っていうのと、3番と4番の違いよく分からないっていう人いると思うんですけども、3番の場合っていうのはアルファ受容体は血管に対して直接作用しているものなので両方とも下がるはず。でもこれは収縮血圧は上がっていますよね。4番の場合、ベータ受容体に対して刺激するのは、ベータ受容体っていうのは心筋に対しても作用してます。心筋に対して作用してるってなると収縮血圧は上がるというか、まあそのままなわけですよね。でも血管自体は弛緩しているので拡張血圧だけが下がるということです。この3番と4番の違いはちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、まあベータとアルファの違いはそういうところです。血管にくっついてるか心筋そのものに続いてるかっていう違いによってこの問題は解けました。で今回の問題のポイントなんですけど、これ勉強するのにめちゃくちゃ時間かかりました。僕多分2時間ぐらい使ってると思います。これね、効率悪いからやめた方がいい。で僕が何をどうやって勉強したかっていうと、まず交感神経のアルファ受容体とベータ受容体って何かっていうところからまず検索して勉強しました。そうするとね、めちゃくちゃ難しいの、めんどくさいの。なんかアルファ1、2があってベータ1、2があって、でここまで来たら僕の場合はね、もう勉強しない方が本当はいいと思います。ここまで来て勉強分かんなかった。で僕はね、一応皆さんに解説するために一応勉強はしましたけども、そこまでして勉強する内容でもないかなっていうのが個人的に思ったところです。なのでここで知っておいた方がいいのは、拡張血圧と収縮血圧の、おさらいっていうのと、交感神経がと副交感神経が身体に対して、例えば、動向をどうするとかね、血管をどうするとかっていうところだけ押さえておけばいいので、この役付けのこの問題に関してはあんま深追いしないことがポイントだと思います。ちょっと分かりづらい。僕はちゃんと理解しましたけど、時間かけてまでするような問題でもないかなっていうのは思います。で細かく分けるとちょっとよく分からない。実際のところアルファ1がどうとかっていうところまで見てしまうとよく分からないところなんですけども、まあ、今回の勉強として手順としてお伝えすると、アルファ受容体とベータ受容体を検索で勉強しました。その後に拡張器血圧を下げる要因っていうのを調べました。キーワード検索で。で、まあ、勉強していくと分かったんですけども、運動、高血圧の人に対して運動するっていうのは血圧を下げる作用がある。まあこれは記事はよく分かってないらしいんですけども、なので高血圧の人には運動した方がいいっていうのが分かってるらしいんですけども、それぐらいかな勉強したのは。なのでこれに関してはあんま深追いして勉強じゃないことをお勧めします。多分結構ね、こういうので深追いして勉強する人多いと思うんですけども、もちろんね、僕とは違って理解力が高い人は本で理解できる人は理解すればいいんですけど、1問に対して勉強する時間が2時間とか3時間になってしまうものは絶対僕のおすすめとしてはね、勉強しない方がいいと思います。分かる人に聞いた方がいい。こういうの分かる人を探した方が実は早いと思う。これ解説してもらってっていうように、まあ、いつも国家試験の勉強の時言ってますけど、個人戦ではなく団体戦なので、分かんない問題で 2,3 時間自分で一人で勉強するよりも分かる人に聞いてしまうってことも同時に大事なので、今回の問題であれば僕は人に聞くっていうのが大事かなというふうに思います。一応解説として皆さんに解説するために一応ね勉強はしましたけど、僕この問題は分からないですということで、今回の問題もまあ分からない問題でしたけど、頑張って皆さんのために解説をしようと思って勉強したので、ちょっと知識ついて嬉しいなという感じです。はい、まあ、今後もねこういう分からない問題もね出てくるとは思うんですけども、あまりね皆さん、あの学生さんを深く勉強しない方がいい問題もあるよってことを知ってくださいということで、本日もねためになったと思っていただけたらいいね、またフォローまたチャンネル登録お願いします。ということで本日は以上になります。では。